い、どうもアフリカチャンネルのナイケルです。今日はですね、私今ベナンという国に住んでるんですけども、ベナンはそこまでですね、あの日本人、外国人がたくさんいないので、実は外を歩いているとですね、人から、声をかけられます。で、その声をかけられるランキング1位がですね、予防という言葉があるんですけども、この予防というのはですね、一応白人という意味なんですけども、外国人が歩いてると、その外国人に対して、予防というふうにね、声をかけてくる、そういう言葉になります。で、今日はですね、僕今から10分ほどこのエリアを歩いてみて、どれだけね、予防っていう風に声をかけられるかっていうのをちょっと、リサーチしてみたいと思います。はい、ではあの今人通りのね、ちょっと多少多いところにちょっと移動してきました。で、ここからちょっとスタートしたいと思います。で、ただいまの時刻がですね、見えますでしょうか、5時10分なので、5時21分ぐらいまでちょっと歩いてみたいと思います。さあ、声かけられるんでしょうかね。行きます。アフリカって結構ボコボコしてますんで、カメラ見たいんですけど、カメラ見ちゃうとボケちゃいますね。ボンソワ。で、しかも僕結構方向音痴なんで、あんまりこうジグザグ動くと家に帰れなくなっちゃうので、基本的にはまっすぐ進み続けようかと思います。今日本は冬真っただ中だと思うんですけど、ね、ちょうど僕今日撮影してる時、関東は大雪だったみたいなんですけど、こちらはですね、もうすっかり、全然声かけられないですね。声はかけられませんけども、結構、見られるんですよね。外国人がこう歩いてるだけでも結構珍しいエリアなので、もしかしたらこうね、僕が今カメラを持ってることでちょっと警戒してるってのも正直あると思います。みんなカメラ怖いのかな。今ね、ボンソワって言われましたね。ボンソワは普通に挨拶です。ボンソワ。ただいま時刻がですね、5時15分ですね。ボンソワ。あ、今やっと1回目、予防予防ボンソワって言われましたね。ボンソワ、コマサバ。でどれ、やっと記念すべき第1回の、予防反応してビデオ見せたら、もうすごいテンション上がってますね。はい、一人予防って言い出すとね、もういっぱい予防って言われますね。コマサバ、コマサバ。最初はね、みんな子供たち警戒するんですけど、こうやってカメラ向けてあげたりですね、コミュニケーションこっちからちゃんと取ろうとすると受け入れてくれますね。
さあ、まもなく終了ですね。あ、今呼ぼう言われましたね。こんにちは。はい、今、時間5時20分になりましたので、終了です。では何回言われたのかをちょっと集計してみたいと思います。はい、ではですね、戻ってきまして、回数を集計してみました。その結果ですね、23回、呼ぼうと言われてました。まあ、ぶっちゃけね、僕聞き逃してる予防もありますんで、おそらく23回以上は呼ばれてると思うんですけども、まあ、こんな感じでね、近所を歩いていると、予防という風にね、呼ばれますんで、もしね、皆さんベナンに来られた際、予防と言われたらね、手を振ってあげると喜びますので、ぜひ手を振ってあげてください。それではまた来週。